SNS はでもなんか前言ってたお話だと逆にストレスになってたって方ですよね。ストレスになってましたね、うん、ガチガチでなってましたし、なってます。SNS のどういうところなんですか、ストレスになるのが。見ちゃうものなんですか、それとも見られてることなんですか。どっちも。あ、だからあんま僕プライベート出したくないんですよ。あ、うん、だからなんだろう、あ、そうだそう、この話、その僕短期記憶欠損ちょっとあるから、はい、これあのセミナーとかしててもちょっと話、さっき前話したことちょっと忘れがちなんですけど、はい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 、その基本自分を演じてるんですよ、うん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 、だから発散だ、そう発散の場所で、はい、僕ジムでも志田康弘を演じてるんですよね。うーん、そうで、じゃないと動いてられないので、 SNS はみんなが、僕2015年とか14年とかにアカウント作ってるんですけど、10年かけてみんなが作ってくれた志田康弘像を演じ続けてるので、演じてるわけですよね。外で今カナンさんと喋ってる僕も演じてる僕なんですよ、うん、なんかおそらくこうだよね志田さんってっていうのを、うん、なんとなく自分の中でイメージして、うん、役として落とし込んでるっていう感じ。そのじゃないと自分って、そのさっき見た適応障害とかもあるし、そのまあ双極性だったりとか、まあいろんなね局所は全部持ってますし、 CTE に全部入ってるので、まあその転換とかそういうの以外は精神、ね、パニック障害もあるし、だから演じていないとそもそも社会活動ができないので、うん、まずは演じて、演じないとずっと家にいるとかなんですか。あ、そうですね、うん、演じないと多分家でずっと引きこもってるんじゃないですかね。演じる自体多分だってもうそれもすごいエネルギーだと思いますし、でもその演じた志田さんってめちゃくちゃ私の中ではすごい尊敬されてる人物ですよ。マジっすか。なんかいろんなお話聞くと、めっちゃ志田さん尊敬している人めちゃくちゃいます。そう、本当です、本当です。だから演じるだけでも大変なのに、めちゃくちゃ尊敬できる人を演じられるってすごいなって思いますね。え、俺バカにされてるだけの人だと思ってます。え、全然、え、嘘。俺は自分ではもう自分の演じてるキャラクター的に、まあみんなにいじってもらえてるし、まあおじさんはじめね、出しておきますよ、名前。いじってもらって、その、なんて言うんだろうな。そうね、尊敬されるというよりは、親しみやすいというか、そう、で、なんだろうな、別に尊敬されたいわけでもないし、承認欲求があるわけでもないじゃないですか、役だから。自分じゃないし。だってそもそも自分じゃないから、はいはいはい、だって家での俺なんて見た時大変なことになりますよ。こんな感じなんて見えるぐらいなんで、だからまあ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 リアルの僕ではないから、でも作っている志田さんがいるんですもんね、いつもこう演じる、そうだから、それをもしそういう風に言ってくれる方がいるなら、それはそれで嬉しいし、覚悟決めてそれやってることなんで、うん、表に出るって、もう彼女もそうだけど、まあ、ある意味矢面に立つ部分もあるよね。うん、そうですね。そう、だから、そこで素が出ちゃうと、はい、僕の場合はもう適応障害持ってるから、ああ、はいはいはい、はい。もう動けないんですよ。はい、はい。ズバズバズバ。だからもう、演じる自分がいくら言われようが別にそれは、別人格で。私もたまに実況とかで、なんかすごい失礼なコメントがバンバン入ってくるんですよ。だから選手の見た目とか、なんでパワーリフターはこんな、なんかあんまり言いたくないですけど、ブスでとか、デブでとか、たまに言ってくる人いるんですよ。いますよね。許せないんですよ、私それ。で、なんか実況中に、ちょっと切れちゃってるところもありますけど。まだあれですね、志田さんはちょっと切れるどころじゃないっていうことですもんね、もうなんか、こう、まあうん、やってらんない。そうですね、まあ素で受けたら、いやいや、うん、いや、だって、心的特徴の、そういうこと言うって、いや、どういう状況なんて思うし、うん、まあかわいそうだなと思いつつも、はい、まあ、ねえ、どうしようもないですよね。矛先がね。本当に。向けられた。それがしかも他人、自分の親しい人に向けられた時なんかは自分が嫌なんですよ。やっぱ、特に怒られる。で、僕と絡んでることで、例えばその被害がその人に行ってしまうとか、僕も結構いろんなことをやられたことがあるタイプの人間なので、はい、
こう SNS の活動とかを通してやっぱり勘違いされたりとかする部分もやっぱ多いから、でね、じゃあリアルだったら SNS と違うじゃんとかあでも逆にじゃあ SNS のキャラでいたらそれはそれで妬まれてることもあるし、うん、確かにそれストレスになるかもしれないですね。そうそう、だからでそれが自分の親しい人とかに向いたときはすごい嫌です。だからそういうときはもう控えます。はい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 、はい、おとなしくします。うん、もう嫌だ、自分だけされてるにはね、いいっすよ、いくらでも。だって架空の志田康弘とはいえ僕ですけどね、とはいえ僕なんで、演じてるとはいえ僕なんで、まあ、まあそうですよね、何かこう自分のもう想像してることを演じてるわけなので、結局その演じてる志田さんも俺僕なんで僕だし、あのやってることは、うん、だってね、パワーだったらパワーリフティングじゃないですか、はい、それは僕じゃないですか、そこに対していろいろ言われたらそれはやっぱ人なんで傷つきますよ、うん、人なんで、うん、傷つかない方が逆に 僕も人なんで、うん、うん、だからね、なんだろう、まあみんなに好かれようなんて思ってないですけど、やっぱ文字にしてね、うん、書かれるとね、1が全みたいな風に見えやすいじゃん。そうなんですよ。ね。ですよね。いや、本当に。嫌ですね。なんかマイノリティの意見なんだけど、うん、はい、そういう意見の方がこう言いやすいから、まあ怒りとか妬みとかに近いものだったら言いやすいから、エネルギーがあるからこうね、書くんですけど、それを、なんかこう全部の意見として捉えられがちだし、はい、いや、なんかツイッター X とかだからあんまりなんか好きじゃないですよね。そうですよ、だから僕だからうん、だから活動再開したのインスタの方じゃないですか。ああ一方通行え、なんかもう X とかだって本当に誰でも、そう、発信もどんな、何のトレーニングもしてないおじさんでも発信してめっちゃだってシェアされればこれが一般的な考えなんだって思われちゃうし、で承認欲求も満たせるし、うん、自分の居場所はここなんだとも思えるし、で、で日本って要は識字率がめちゃめちゃ高いわけじゃないですか、うん、識字率が高いからこそ X はあるけど、機能的非識字っていういわゆる結局ちゃんと文脈とか文感とか、はい、そういうのを読めない人もいるわけじゃないですか。ああ、はいはい、はい。ってなると極論がやっぱ流行りっちゃうじゃないですね。そうですね。だからそうなるとやっぱりだからいろんなものがこうバーって出てくるし、はけ口にもなっちゃうし。だから X でフォロワーいる人って逆にこうなんか過激なこと言ってる人ばっかりなんだろうなって。と思いますよ。だからそれを売りにしてる人もいるだろうし、だから YouTube とかもそうじゃないですか。これプロレスしてるんだろうなーみたいな。うん、だからプロレスをプロレスとして見れるか、はい、あの、なんて言うんだろう、まあ、プロレスって言ったら変だな、こう劇として見れるか、はいはいはい、なんだろう、これガチでやってんじゃんみたいなそこ読み取れない人とかはい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 いやいやいや、これ絶対そこで分かれますよね。うん、そうですね。なんかちょっと話変わるかもしれないですけど、アイト、ハヤトの YouTube とか、あ、またなんかすごいサムネ上がってるなとかめっちゃいつも思いますけど狙ってる、またこいつ、ね、彼はね、いい子なんだから、僕は今後彼とかにいろいろ頑張ってほしいなと思いますけどね、うん、バブルラジオ聞きました、ハヤトの。ハヤト聞いたかな。いや、橋田さんの話になりましたよ。あら、ほんとですか。もう一回、はい、あのジャパンクラシックで2位で入賞した時のなんか志田さんに電話かけて、あ、はいはいはい、うん、でなんか世界大会のこと、あ、はい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 、相談 して、はい、いや、なんかいきなり電話して、おい、なめんなよって怒られるのかと思ったら、いや、もうなんか譲ってくれたみたいな、そういう話をバーベルラッシュしてました。あ、してくれました。はい、あ、そうそうそう、そうね、うん、まあなんていうか、うん、僕もやっぱりその障害とか病気のこともあるし、まあね、年齢的なことも、まあ、あとはそのね、将来こう自分がこう将来設計ですよね、うん、の中でもまあまあまあいろんなこう転換期には来てると思うので、うん、こうまあじゃあ次ね、有望なあやとくんみたいな子が出てきたら嬉しいなと思うし、
ね、カナンさんみたいにパワーリフティング、パワーリフティングこう盛り上げようとしてくれてる人たちが、こう活動もしやすい、こう、手助け。うん。っていうか、そういうのができるんだったら、俺はそれでいいと思ってるんで、僕はもう、その、なんと、自分の時のその自分の役目を果たしたかなっていう思ってて。あ、じゃあもうあれなんですね。競技的にはもう結構満足。正直、あの、2019年、コロナ前、はい、あの、国体僕が優勝して、はい、本当はジャパンクラシック出るつもりが、あの、1週間前で、やるやらない、やるやらない、やるやらないで、ずっとコロ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 変わってた時、覚えてます？2019年ですよね。はい。ジャパンクラシック。19年度？度。茨城国体の後のジャパンクラシック。はいはいはい、はい。で、はい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 、愛知だったんですけど。はいはいはい。あなた緊急事態宣言が出るか出ないかみたいな時で。あー、覚えてます覚えてます。で、僕、ジャパンクラシック、国体優勝したから、ジャパンクラシックももちろんエントリーしてて、で、二冠取りたくて、で、国体で全然その105、初めて105でそうやって試合出て国体で優勝できましたけど、105初めての年だったんですよ。ああ。そう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 。で、93の時ほら、復帰後期乗れなかったじゃないですか。はい、前年度93だったんですよ。で、105になって、で、成績出て、で、まだ全然実力出し切れてない中だったんで、ジャパンクラシック出て800超えるんだとかってやってた時に、コロナ騒ぎが起きて、で、その時、こう、一週間前まで、やります、やりません、やります、やりません、やります、やりませんだったんです。で、当たり前だけど僕ら選手はやるつもりで、やるしかないですね。うん、ですよね。うん、でも、やらなかった。やらなかったですね。最終的にね、はい、一週間前とかで。あの時のバナーが僕だったんですけど、写真。だから、その件も含めて、シャさん大丈夫って言われたことありますけど、はい、でそれでね、燃え尽きちゃったんですよ。僕、その年もう最後にしようと思ってたんですよ。ああ、そうだったんですね。もともと。この脳の障害のこともあるし、もう限界だなと、体力的に。だから、その年で最後にしようと。うん、ちゃんと国体とジャパンクラシック取って、で、終わりにしようって思ってたら、ジャパンクラシックが一週間前に流れて、マジかよってなって終わったと思って、で、その年、2020年ですよね。で、アイアンマンさんが、その前年度どうしてもね、国体しかなかったから、僕がチャンピオンになる、ね、ってなっちゃうから、まあ、取材に来てくれた時に、その CT、慢性外傷性脳症に、実は、二十歳の時からずっと戦ってますっていう話をして。あ、その時だったんですね、こう公表。ああ、そうです、そうです、そうです。だからコロナ禍1年目。うん、緊急事態宣言の、だから6月、2020年の6月ぐらいかな。うん。うん。で、僕はその、パワーやってっての、最終的な目標がそこだったんです。その自分の成績、はい、もうある程度こう、周りも、ある程度もみんな周りも、納得してくれて、うん、自分自身もそれなりに、まあ、納得できる結果、まあ、日本一なり何なりかっていう、うん、ついてきて、そんで最終的にそれをずっと隠してきてたけど、うん、当時は12年間ですよね。12年隠してきてたけど、実はこうだったんですよ。で、好きなことにこう没入したりとか、こう好きなことにこうドハマりすると、まあ日本一とかまではならなくてもいいけど、実はこういうこと、こういう楽しいことも待ってるかもしれないし、だからそういう、なんだろう、自分の存在でちょっと勇気づけられる人がいたらいいなと。ただそれまでは言っちゃうと、なんだろう、言い訳に、まあそのコアラさんのやつでも言ってますけど、言い訳になると思ってたんで、ずっと隠してたんですよ。うん、親とかしか知らないみたいな、うん、身近な人も知らない。そうだったんですね。そうだから、よく演じられてますよね、12年。だから今演じてたら分かんないじゃないですか、僕がその障害を持ってるなんて分かんないですよね。でも、例えばこっち、ここ来る時の電車の中とか、ずっと震えてるし。だから、そういう風なんですよっていうのを言うのが目的だったんです。でもコロナ禍になって、その2019年のそのジャパンクラシックで2冠できなかった、2019年度、できなかったことでも、で、コロナ禍もいつまで続くかわからない。まあ、疫病なんでね。でも、なった時に、もう、完全に燃え尽きて、もう嫌ってなって。で、アイアンマンさんで話をして、で、まあ、
でまあね、そこからコーチングクリニックさんとか、うん、トレマガさんとか、あとは最後コアラさんが取材してくれて、うん、でまあ僕はもういいやと思ったんで、そっから試合出てなかったんですよ。いいや、なんでいいやってなるんですか。もう、あ、もう、もう、やることはやった。そうだから僕の目標が、そもそもの目標がそれを最終的に公表することだったんで、うん、だってそしたらそれ以降自分にとって言い訳ができちゃうし、そうですね、でそれでいろいろ言われるのも嫌だし、うん、だからで、まあ好きでやられてるし、まああれだと思うんですけど、とはいえやっぱり上目指すとだったらきついじゃないですか。練習は手段だよね。はいはいはい。結果がね、目標だね。まあ、ね、手段と思う。だから、その、なんだろうな。自分の持ってるその障害とか的にも、やっぱジムでもやっぱそれなりに緊張感持ってやるし、自分の名前だけ先行してる部分もあるから、こうどこかで一人声かけられたりとかも結構多いから、うん、だから絶対イヤホンとかヘッドホンしないんですよ。うん、声かけられても挨拶されても、志田さんですよねって言われても、ちゃんと答えられるようにしてるんですね。めっちゃいい。はい。だから僕を通してパワーリフターって見られるから、うん、ジムとかでも、なるべくこう挨拶されたら挨拶返すし。めっちゃいいと思います。でも怖いって思われがちじゃないですか。体も大きいし、重量も重かったら。だからなるべくこう、なんだろう、挨拶とかする、返すようにこう、イヤホンとかしないし、常にニコニコしてるんですけど、もうやっぱね、限界がはあると思ったんで、うん、だからちょうどその年、にちょうど確か30になった時ぐらいかな、の年かな。だからそう、もう無理だと思ったんですけど。今おいくつでしたっけ。36になりました。36歳。そうなんですね。あ、31か、それぐらいかな。おお、4年前。そうだったんですね。でこう試合に出ないのが2020年、20年からかな。はい、20年からなんで、だから僕が最後に出たのが茨城の国体なんで、長いっすね。でジャパンクラシックがなくなって、はい、そっからもうずっと出てないですね。うん、出てなかったけど、その復活するきっかけが、そう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 、そこに聞きたいと思いました。めっちゃ聞きたかったです。うんとね、僕とはいえ僕がこう SNS であったりとかで、まあ、光栄なことに皆さんにこういじってもらえたりとか、いろんなことをこうやっていく中で、まあある程度のこう影響力を持ってると思ってくださるから、例えばまあ僕もね、全部今日エヴァリフト来てますけど、エヴァリフトさんだったりとか、あとはサンクトジャパンさんとか、まあサンクトジャパンさん立ち上げの時から一緒にやってますけどとか、こう今だったらマクロファクターとか、アスリートボディさんとか、まあ MBC さんとか、そうやっていろいろこう僕をこう起用し続けてくれる人たちがいるわけじゃないですか。うんうん、で、まあ、ウィンウィンになってるからいいのかなとかって思って、まあ SNS あんまり嫌だけど、まあ活動休止してるし、ほとんどあんまつぶやいてないから、まあ一回ぐらいに持ってたんですよ。だけど、スポルテック、去年、一昨年かな、はい、行ってた時に、やっぱ3年とか休んでると、ガナンさんも多分そうだと思うんですけど、僕の存在を知らない若い人たちが出てくるわけですよ。若い人ほど。はい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 。当時の現役だった僕、だからもう、社会人でパワー始めてた人たちとかは、僕のこと知ってくれてますけど、うん、大学でパワー始めた部活の子とかは、知らないわけじゃないですか。はい、活動してないから、うん。ってことで、待ってと。これ俺めちゃくちゃおんぶに抱っこされてて、なんて言うんだろう。恩返しできてない。そっか、昔の人として知られてるみたいな。でも、もう昔の人としても認知されてない学生とかが、ハリーさんとかと戦ってたんですかとか、みたいな感じなんですよ。ハリーさん僕同い年なんでね。あ、そうなんですね。そう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 。あ、そうだよ、みたいな。あ、そっか、そうなんだって思って、学生は、もう俺のこと知らなくなってるんだって思った時に、じゃあせめてこの何もして活動してなかった、試合に出てなかった3年間も僕をこうサポートし続けてくれてた人たちに恩返しがしたくて、でも日本一とかになる大変さ知ってるじゃないですか。だから僕めちゃめちゃ嫌だったんですよ。だからやりたくなかったんですけど、でもその
それがきっかけでダメだ恩返ししなきゃいけないって決めて、その失ってた3年とか4年分をもう取り返さなきゃと思って。最高な恩返しですね。でもしっかり結果出してる。いやいや、偶然ね、偶然その勝負の女神様が本当に運を、僕本当に運よくだと思ってますよ僕は。だからやってくれたんで、まあある一定の恩返しはできたかなと。じゃあ一回あれですよね、もちろん標準がないっていうことなんで。だから10月1日で800出したじゃないですか。もうなんかその時も、え、志田さん出るんだって、志田さん出るんだってって結構、ね、周りも、はい、言ってました、ね、すごいいっぱい会場にも来てくださって、荒川さんがいやこんな盛り上がったの初めてですよみたいなこと言ってくださったりとか、今までで一番人入ってくれましたみたいなこと言ってくださって、まあ嬉しかったのと同時に、まあやって小原さんが動画にしてくれたりとかして、うん、うん、なんか少しまあ恩返してきたかなと。でまあ今度、じゃあ、ジャパンクラシックって話になると、まあ、ね、日本一を決める大会なわけじゃないですか。そうなってきたときは、ただの復帰戦とは今度違って、うん、やっぱりその3年なり4年なり僕がいなかった期間、その、また、もちろん新しく出てきてる面もあるし、うん、そこをずっと日本一を目指してきて、うんうんうん、努力して、励んでた方々がいるわけじゃないですか。その方々と肩を並べる舞台に、ふさわしい状態にしなきゃいけないと思って、そのためにはまだ今の自分の練習量とか、それはまだ失礼に値すると思ったから、10月2日からもうすでにもうダメだと、まだまだだと思って、練習してひたすら量やってたら、800出したのに。そう。いや、出したけど、出したけど、スコットもね、あれ出したけど、でも全然、その、なんだろう、皆さんに、失礼のないようにみたいなと思って練習してたら、12月の半ばに股関節を壊すという。あ、そうなんですね。あ、そうです。あの、僕ワイド最初上がんなかったじゃないですか。はい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 、はい、あれ股関節、そうだったんですね。だから僕今スクワットできないんですけど、まだ治ってなくて、 MRI とかも全部膝と、今膝と股関節が悪いんですけど、 MRI 股関節壊すってどういう感じですか。ね、恥骨結合とか、はい、恥骨に、あとは、こう、腱がつい、内転筋とかついてる、はい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 。そこの結合の部分が、なんかすごい炎症を起こして、骨にまで影響を与えちゃってて。まあ、でも簡単に言うとグロインペイン症候群って言うんですけど。そうやってまとめられちゃうんですね。そうっす。で、とにかく、まあ、これ、どうしようもないよねと。とにかく休むしかないよねって感じで。で、できないんですよ。いわゆる、もう。少しスタンスが広、もう、歩行でもちょっと外側にこう外転とかずれるとめっちゃ痛いんですよ。だから今できることになると、股関節にあんま負担が、立てた方向だったらいいので。12月ですよね、結構近い。ん？試合に。そう。だから、あ、やっばって思いました。だから、ジャパンクラシックの時めちゃめちゃ痛かったです。あ、そうなんですね。はい。激痛でした。でも、それ言ったら言い訳になるから、はい、嫌だったんです。あ、はい。はい。で、今年はもう多分、本当は東京都出たかったんですけど、この間の。あ、はい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 、はい、はい。先週ですか？先週です。あ、そうなんですね。そうっす。あの、実は、エントリーとかまでは。あ、そうだったんですね。でも、すぐ辞めて、はい。あの、キャンセル待ちの方に譲ってください。え、それは、なん。股関節痛すぎて。ああ、ちなみになんでエントリーされてたんですか？もう普通にこう、の試合として。そうっす、その、そうですね、試合として、うん、やっぱ何か目標、もう1年だけで僕が返せるものだとは思ってないので、うん、せめて今年まで頑張って終わろうと思ってたんですよ。はい、あ、そうなんですね。はい。で、なかなかやめられないじゃないですか。いや、だから、本当だから本当だからね、やめてたはずなんですけど、だから恩返しで冷めて最後までやって終わろうと思った。だから最後、もう負けても何でもいいから今年終わろうと思ってたんですけど、そもそも練習ができないという。で、体調もちょうど5月の下旬から崩してて、1ヶ月半ぐらい僕、液状のものとか水分しか取れなかったんですね。そうなんですね。はい。あの、スポルテックまでとにかくまず頑張って走って、で、スポルテック終わって、で、検査したら、あの、まあ、スポルテックまですごく僕のツイートすごく弱気というか、こう、しんどいけど頑張ってるっ
ていう感じのツイートがすごく多かったんですけど、うん、まあ、それはもう、ね、僕も脳のこと公表してるから、そこに関しては怪我は言ってないんで、今初めて言いますけど、うん、あのそう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 、だから、まあ、そこは別にもう公表してるから言っていいかと思って、うんうんうん、でそれなりにそれで頑張ってやってきたんですけど、スポルテック終わった後に、まあ、5月の下旬から体調悪くて、あれが7月の中旬じゃないですか。あ、はいはい。で頑張っ、その間まで僕本当に水とゼリー飲料しか取れなかったくて、で検査し、血液検査したら、まあ異常値だらけで、で、あの散歩も禁止って言われて、いや、いや、もう、もう血栓ができるみたいな、そういう状況、なんかその ストレスが強すぎて、もともとストレス耐性がないわけじゃないですか、脳が壊れてるから、うん、そこに強烈なストレスがかかりすぎて、で、まあ、そうですね、 PTSD になる直前になってて、でも、まあ、ならないようにってなって、で血液検査とかいろいろしたら、もうこれは今現状はもう動いちゃダメ、もう完全に動いちゃダメ、あのいつ死んじゃ、急に死んじゃっても、突然死してもおかしくないから、まずは数値が正常になるまで普通の生活をしましょう、普通の生活、普通の、だからトレーニングなしの、だからそれが思ったより長引いて解けなくて、練習再開が全然できなかったんで、だからもう何してたんですか。だから仕事と、はい、もう、あのやらなきゃいけないこと、日常生活でやらなきゃいけないこと、あのそのなんで、あのご飯食べたりとか、はい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 、はい、固形物が食べれなかったんで、うん、まず固形物を食べれるところから始めなきゃいけないんで、うん、まずお粥から始まって、じゃあうどんとか麺とか入ってパンとか食べて、まず固形物が食べれるようになっていくことを、日常生活のリハビリですよね、うん、あとはやらなきゃいけないこともあるから、うん、やらなきゃいけないことやって、であとはひたすらうわーってなって、うん、それってもう本当に時間が経てば良くなっていく。そうですね、そっちの体のいわゆる疾患っていうんですかね、はい、脳じゃない方の病気の方はもうだいぶ良くなってきてるんで、はい、まあ最近こうね、インスタの方は動かし始めましたけど、うん、まあ動けるようになってきたから、こう、うん、まあドクターストップも解けたんで、はい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 、はい、動き出しましたけど、まあ少なくとも試合に出ていいっていうか、その出たいくても出れないじゃないですか、今もう東京都とか人気すぎて。ああ、そっかそっかそっか。だったらもう譲ってあげたいし、うんうん、それで僕が出るのは失礼なので、うん、うん、だから出たくても出れなかったってなると、このままだと多分今年はちょっと試合は控えようかなって今流れにはなってるので。そっか、ここから試合ってなるともうないっすもんね。ジャパンクラシックまでないっすね。ジャパンクラシックまでないっすね。はい、そんな僕は大それたことはできないので、まだ股関節は治ってないですし、はい、じゃあ次はジャパンクラシックなんですね。来年にさせてください。来年度にさせてください。来年度ですか。来年度、じゃあ2025年度かな。そうですね、はい、滋賀じゃない。あ、滋賀じゃないジャパンクラシック、あれ青森ってこと。あ、多分そうじゃないですか。国体が青森ですもんね、翌年ね、はい、青森なのかな。滋賀だから、滋賀国体は出てみたいですよね。あ、そう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 、なんかね、滋賀なかなか行かないし、うん、まあ一つの楽しみでもあるじゃないですか。そうですね、全国回ってるの。はいはいはい、国体って。だからまあ僕だから茨城国体で優勝できたのってすごく嬉しくて、地元開催なんて、まあそうですよね、そう、嬉しい、ないでしょう、はい、ね、あの40、ね、ずっと都道府県回ってるから、うん、だからまあ自分が元気な時に優勝できてよかったなっていうのと、うん、まあ自分の恩人、まあその後すぐ亡くなっちゃっ、その年に亡くなったんですけど、国体終わった後、国体見に来てくれてた方がいて、はい、すごい小学校の時のラグビーのコーチで、小中高もずっと見てくれてたんですけど、はいはい、見に来てくれてたんですね。来てくれてたんですよ。で、そのお前、いや、その人は僕のことをヤスって言うんですけど、小学校3年生の時から知ってるんで、へー、お前ヤ
スなんで茨城代表で出ねえんだよっつって、あそっか確かにと思っていやごめんみたいな、東京都 の、 あの大会出てそのまま出てきたら東京都代表になっちゃったみたいな、でもいいじゃんみたいな、茨城で国体で優勝できて元気そうでよかったよみたいな、ラグビーやめてさみたいなあれだったけどっつって、こうやってなあって言って、で国体9月じゃないですか、で年末1月1日とかうちに来てて、でもうその数日後亡くなっちゃったんですけど、だからその恩人に最後ちゃんといいとこ見せられた、はいはい、だから人っていつ何があるか分かんないんで、まあ、これは僕一つ心情にしてるんですけど、まあ、やれることはやれるうちに、言えることは言えるうちに、僕なんて進行性の障害なのでもう薬マックスなんですね、出せる薬は、あとはもうその薬の種類でこう変えていくとかしかないんですけど、うん、僕もいつじゃあ体が全く動かなくなるか分かんないし、うん、この間のそのね血液とか検査が異常であってね、そこでワンチャン突然死とかもあったわけじゃないですか、そうなってきた時にやっぱあの時こうしとけばよかったとか、この時あれ言っとけばよかったってなるのは嫌なって、まあなるべくやれることはやれるうちに、やっぱり健康だとあれですよね、こうそれが普通になっちゃって、そうですね、そういう意識って多分ない人、まあもしかしたら私も含めてかもしれないですけど、ない人が多いと思います、なんかこう、うん、だからこう危機感、健康的な危機感を何か知るまで、うん、普通に平凡に生きていくみたいな、そう、うん、だからなんか今ね人生80年とか90年とか生きれる時代ですけど、うん、でもみんながみんなに明日がある保証なんて確実にないわけですよ。交通事故だってある可能性あるし、はい、事故に巻き込まれる可能性だってあるわけじゃないですか、うん、そうなった時にじゃあ、まあ、僕なんかはね障害持ってるからあれですけど、一日一日が明日があるかないかわからないので、うんうんうん、でそこにね他人も関わってきて 社会も関わるわけですから、うん、ね、そうなってきた時にじゃあ今をね後悔なく生きるために、じゃあ今の自分に今日何ができるかっていうことを考えながらね過ごして、自分後悔がないような生き方ってどういうことだと思いますか、こうスポーツでパフォーマンス結果を出すこと、僕は基本他がためなんですね。自分の現状はもうどうしようもない。変えられないじゃないですか。だから受け入れるしかないんですよ、うん。脳のことに関しては。もう変数じゃなくて定数になってるんで。うん、だから、僕の存在を通して、例えば今回スポルテックスだったんですけど、すごく多かったんですけど、こう元気とか、その、本当に元気とか勇気とか希望も簡単な言葉で言えば、そういうのをもらってくれてる人がいるので、うん、であれば、自分、やっぱりその、ね、公表した時もそうでしたけど、そう思ってくれる人たちがいるって、すごく嬉しいことじゃないですか。自分を通して誰か人が幸せになってくれたりとか、勇気もらってくれたりとかって、なかなかできることじゃないので、で、それは、そうしたかった自分に今慣れてるから、できればその、そういう存在でありたいし、そういう存在であるため、に日々をこう頑張っていきたいなとは思いますよね。だからそうだから SNS も最初始めた理由はその当時僕が SNS 始めた2014年5年ぐらいってチャンピオンとか専門家とかが SNS にあまりいない時代だったので、その僕のが日本一になっていく過程、ベンチでもいいから日本一になっていく過程であったり、うん、それを公開することで当時アメブロとかしかなかったから、でもやってないじゃないですかチャンピオンは、はい、だからもう探しても情報がないんですよ。だから僕がインプットしたそのね学術的とか、あとはそのなんだろう勉強した内容とかをアウトプットしながら、まあ自分のためにもなるし、アウトプットしながら共有しながら練習動画も出しながら、自分が日本一になっていく、普通の人が日本一になっていく歩みを乗せて、うん、かつチャンピオンにもしなったら、チャンピオンも人間なんだよ、チャンピオンも普通の人で感情もあるし、でもかつ親しみやすいんだよ普通の人だから、うん、それが最初 SNS でやり始めたきっかけなんですよ。どうしてもこう日本一の人ってなるとこうはーってこう、はい、
崇められやすいというか、はい、神格化されやすいじゃないですか。でも僕はそれじゃないよと。日本一の人だって同じ人間だし。いやだから私このバブルラジオめちゃくちゃ自分でも好きなんですよね。普通にこう喋って、あ、はいはいはい、別に何にもこうカッコつけないで、はいはいはい、私と普通に喋ってるだけで、大体こういうこと考えてるんだ、こういう辛いことを乗り越えてきた人なんだっていうのを分かるじゃないですか。あ、はいはいはい、だからそういう意味では、なんか選手のそういうところをこう出して、他の選手とか、こうね、はいはい、人に勇気を与えられるんじゃないかって思ってますし、実際、なんかバーベルラジオを聞いてて、この人のことをすごい寄り添えて、すごい勇気が出ましたって実際言ってくれる人もいるので。ああ、それはさすがですよ。だからそういう意味ではね、なんかこう、一つの人物優勝した人じゃなくて、そう。うん、やっぱりね、こういろいろあって、今に至るっていうところ。ね、そうそうそう。人間味があった方が、はい、うん、ね、理想像で片付けられちゃうとまたそれと違うんで、うん、だって、なんだろう、よく僕の場合だと、だって志田さんだもんとか、うん、だって才能ある人とか特別だからとかって言われるんですけど、別にそんなことなくて、昔からの僕見てる人だったらわかるけど、うん、まあね、やりたいことのためにやりたくないこともやるし、うん、それは勉強だったりもするし、うんうん、いろんなことやって凡人が頑張りましたよっていう、はい、うん、まあでもやっぱりあれですね、脳の病気とか公表してなかったら、そこでこう救われてる人はいなかったかもしれないですね。そうですね、うん、だからまあ最終的にそれを公表するつもりでやってた部分もある。まあパワーリフティングやってたので、うんうん、まあだからそういう意味ではちょっといろんな人のためになれたのかなと思って、うん、僕は良かったかなと思ってます。うん、うん、ただまあね、親しみやすいと舐められやすいもまた紙一重なんでね。ああ、難しいっすね。俺には何言ってもいいんだみたいなとこちょっとあったりもするんで。いや、いじるいじられるの関係とかも、あれじゃないですか。ある程度お互いの関係性あってこそ。そう、誰にいじられるかですよね。そうそうそう。だから、親しみやすいからこそ、こいつには何でも言っていいんだ、みたいなところも多少あるんでね、それはちょっと違うよっていうのは。いや、志田さんにあるんですか、それ。もう多分あると思いますよ。結構言われるし。そうなんですか。ありえない。いやいやいや、そう。だからね。うん、そう。難しいですよね、その SNS との付き合い方っていうのは。まあでもあれですよね、もう、インスタは始めてる。そう、うん、動いてますね。逆に反応どうだったんですか？インスタ久しぶりに投稿した時とか。ああ、でも結構いろんな、たくさん DM いただいたりとか、反応いただいて、生きてくれてたんですね。よかった。ああ、そっか。何かあった。そこ何かあったんじゃないかみたいな。そっか。そう。いや、一応がなんとか生きてましたみたいな。ギリギリ。ギリギリ。そうだったんですね。ギリギリで生きてましたよ。じゃあちょっと、ここから、もう1時間40分ぐらい撮ってるんですけど。おお、すげえ。ここから実際聞きた、リストしてる質問が一応あって。おお、いいっすよ、すげえ、全然めっちゃ長かったっすここからバーベルラジオみたいな。いくつかなんですけど、トレーニングで自分が一番大事に、自分が大事にしてることありますか？トレーニング中で。まあやっぱ原理原則から外れないことをしようと思ってることと、まああとやっぱちゃんと一つ一つすべてに意味、はい、意味があることをする、うんうん、意味のないことはしない、ダラダラするようなレップだったり、はい、セットだったり、これなんでやってるんだろうとかっていう補助種目はやらないようにしてます。うん、なんかやっぱ時間も有限だし、はいはいはい、言うて1日にトレーニングできる時間なんて2時間、うんうんうん、まあケア入れて家とかも含めて3時間とかじゃないですか、うんうんうん、で、まあ僕なんかはね、普通にエニタイムで、まあ動画見てもらえば分かるようにエニタイムでやってるんで30分制なんで。いや、すごいですよ。あの、重量30分以内で。そうっす。だから僕、あれっすよ。だいたい1日、ビッグスリーを、その、ジム行ったら30分とかしか使わないっす。もう、うまく、その、どうしても、このセット、これはやりたいっていう時は、空いてたらもう30分やれって1時間やりますけど、基本的には30分でまとめるんですよ。バーベル種目は。
あとはもう全部補助種目です。おお、はいはいはい。で、自分のこうプログラムいろいろこうやることを今日考えて。そうですね、いろいろ考えてやってみたいな、いろいろ考えるために知識が必要だったんで、うん、それはもう過去の自分に感謝ですよね。うんうんうん、うん、あとその時のいろいろインプットしたこととか、はい、その時気づいた人脈とかのおかげでいろんな知識が入ったりとかするので、あとはそれを信じて、あとはもう自分の感覚と客観的なこう、まあ、動画とか見てる客観とでズレがないかとか、うん、そういうのとか見るんですけど、まあ一番大事なのはやっぱその全てに意味がある、意味のないことはしない、うん、時間がないからもったいないんで、はいはいはい、うん、補助種目もまあセット全てもケアもそうですね。補助種目の順番だってそうだし、なんでこのレップ数なんだろうとか、なんでこのセット数なんだろうとか、全部に意味があるようにする、うんうんうん、それは無理やりでもいいんですよ、はい、意味つけてあげれば、うん、全部こう頭の中でいろいろこう考えてる。そうするとなんかノートとか、いや、なんか頭の中っすね。へえ。だいぶ頭の中っすね。うん、うん、あ、もあの帰ってきてこれは必要だなみたいなことは昔は全部ノートに書いてましたけど、うん、もう今は大体で、やっぱ疲労度とかもその時によって違うじゃないですか、うんうん、じゃあもともと予定してたものとか、例えばプログラムが例えばあったとしても、はい、じゃあその日それはこんな絶対無理だなとかあるから、うん、そうなったら臨機応変にできるように自分の中でこうベースとなる知識とか経験持っといて、でこういう時はじゃあ今日はこれにしようみたいな、ちょっと思ったより疲れてるなとか、うんうん、多分次の質問もう答えてるかもしれないんですけど、うん、他のまあ、トップレベルの志田さん、他の選手、頑張っている選手と比べて何が一番自分はこう優れてトップになってると思いますか？トップになってるのは事実なので、優れてるっていうのは事実なんですよ。あ、まあ、結果としてはね、はい、そこは誇らないと一緒に戦った人たちに失礼なので、はい、あのそう思う、それはそうなんですけど、まあ、僕は当たり前のことをただ淡々とやってるだけ。っていうのは、その、練習も意味付けとかって言ったじゃないですか。はい、で、それって絶対原理原則とかにも必ず入ってるじゃないですか。トレーニングの。で、あとは、その、トレーニングしてない時間の方が日常生活って長いわけで、ってなってきたら、やっぱ食事とか、サプリメントとか、うんうん、そういうところにもなってくるわけじゃないですか。睡眠とか。はい、じゃあそこ、みんな、ずっと継続できてる。あ、その時だけじゃないとか。僕、例えば翔さんとか、はい、有益な情報を出してくれるじゃないですか。で、サプリも、ダイエットリーサプリメントとか、エルゴジェニックエイドとかありますけど、じゃあ例えば重曹いいよねって言われた時に、その時は飲んだけど、今はそういえば最近飲んでないな、とか、うん、結構みんなよくあるじゃないですか。私もあると思います。はい。絶対そういうのないです。あ、それも絶対これは取るし、これはするし、じゃあ浴槽入るようにしましょう。だけど、たまに入らない。今日はいいや、みたいな時あるじゃないですか。それないです。今日はいいや、とかをなくしてます。どんなその時に効果が出てないと思ったとしても、はい、もうとりあえずやり続ける。はい、もう継続っす。でも全部やるって無理じゃないですか。やっぱりその受け、取り入れるっていう時には、あ、何を取り入れるかっていうのは結構フィルターをかけてるって。あ、もちろんです、もちろんです。そのエビデン、基本的にはエビデンスベースでやってて、はい、全部は無理ですよ。だから自分がそのできる、その例えばエルゴジェニックエイドだったら効果が出るし、もういくつかのやつは決まってるし、はい、まあ、ダイエットリーサプリメントでこれ取りたいなっていうものは全部決まってるから、じゃあそれをその時だけじゃなくて、うん、ずっとちゃんとできるか、お風呂もちゃんと毎日ずっと入れるか、はい、うん、浴槽とかね使ったりとか、はい、じゃあそのエプソンソルトいいよねとかってずっと昔から言われてて、でもたまにしか入れないんじゃなくて、じゃあ継続してずっとできるかとか、そのなんだろうな、パワーリフターの方々って、例えば感覚とか、そのバイオメカニクスとかにはこうその時の練習プログラムとかについては今すごく敏感だけど、なんていうの、内分泌とか、その時筋肉の中で何が起こってて、うん、どういう生理化学反応が起きてるかとかには、うん、ちょっと疎いというか、こう、まあ、ないがしろにしがち、うん、そこはボディビルダーの方がすごいじゃないですか。あ、そうですね、はい、で逆にボディビルダーさんたちって感覚とかをちょっと捨てがちにして、
どっちかというとこう栄養とかサプリとか、うん、あのそのパンプさせる、いわゆるな、うん、そのところの生理化学反応とか、うん、内分泌系に振ってる感があるんですよ、うん、その分なんで靴ふわふわなのが入ってるんだろうとか、はいはいはい、そのフォームもっとこうの方がいいのにとかある、はい、だからどっちのいいとこも取り入れて、はい、私生活はボディビルダーでいるべきだし、うん、トレーニングはパワーリフターであって、補助種目はボディビルダーであるべきだし、うん、ってなった時に中での生理化学反応とか食事による、まあ栄養学の部分ですよね、とか分子生物学とかのところですよね、そういう全て人間の体は化学反応で起きているんで、うん、じゃあその化学反応をどう理解して頭の中でイメージしてるだけで話は変わってくるんで、うん、そこかなとは思いますね。そうなんですね。じゃあもうエビデンスいろいろ見て、いろんなところ、まあ、パワーリフター取り入れてること、ボディービルダー取り入れてることで、自分がこうなんていうんですかね、すんなりとこう入ってくること、納得いくことをもうとりあえずルーティンにして、コツコツ毎日こうやっていくみたいな。そうですね。だから昔、僕の昔のツイートとかすごい勉強してる内容ばっかアウトプットしてるんですけど、うん、あのもう本当に基本の生化学、生理学、うん、バイオメカニ、まあ、解剖学、まあ、運動学、うん、栄養学、分子生物学、分子栄養学とか、その基本があるから、うん、ここはもう教科書じゃないですか、うん、生物ですね。そうですね。あと発生学とか遺伝学とか、あもうトレーニング前のあそう、はい、でその教科書を読んでると、ある程度こう取捨選択ができるわけじゃないですか、うん、枝葉に振り回されないというか、うん、その時のトレンドって絶対あるんですよ。でもトレンドに振り回されてたら延々と自分がないので、うん、だから自分ってものをまず幹を持って、その時のトレンドが、じゃあこれは自分 に必要なのかなとか、うん、これは自分にはじゃあ必要ないなとかができるような、取り入れてみようかなとか、状況を作っとくにはまずベースの知識がね、多分無理だと思うんですよ。で僕一番最初に取り掛かったのって体の勉強のとこなんですね。僕普通にその体育系の学科ではないので、出身が経済経営学部だったので、はい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 、経済学部だったので、でも結構データですよね。まあでもあの公務員試験は全部法律で取りましたけど、そう、ね、経済学より法律の方が好きだったっていう、まあそうなんですけど、でもなんかその体作りとか練習量ってやっぱその先を行かれてる方々、あとは練習されてる方々、もう今チャンピオンにいる方々に、どうやったって今すぐは無理じゃないですか。うん、時間的なものとか、その彼らがこうやってきたことってすごいから、膨大な時間と努力が陰に必ずあるわけじゃないですか。見せないけど。けどいろんなことやって、いろんなこと考えてやってるので、そこはすぐ追いつけるなんて思ってないし、そんなの傲慢だと思ってたんで。だけど、知識って、いっぺんにバッて入れれば割とすぐ追いつけるじゃないですか。だからだって根本の部分変わらないんで、うん、そこだけはまずトップの人たちと同じレベルか、その人たちを超えられるようにしようと思って、はいはいはい、いわゆる生物、人間生物っていうところに関して、とにかくいろん全部を参考書買って勉強したんです。はい、すごい容量いいですよね、頭の中。そんなことない、そんなことない。絶対マックしちゃう。そう、だから、自分がなりたい像があるじゃないですか。はい。で、そこに対して必要なことがあるじゃないですか。例えば練習。はい、うん。でも、この練習とかやっていく上にもっと必要なことって、この練習に意味がなきゃいけないから、その意味をつけるにはまず知識がなきゃいけない。うん、で知識だったら、練習、例えば、これはこの再現性があるかないか、まあいろいろあって、まあないって言われてますけど、例えば、あの1万時間の法則とかって言うじゃないですか、はいはい、職人になるには1万時間必要だよって。でじゃあ1万時間の法則で1日例えばトレーニングができて2時間とか3時間で割った時に、僕がトレーニング始めた時に全部出したら35、6にならないとそのいわゆる1万時間に達しないわけですよね。十何年かかんなきゃダメなんですよ。ってなった時に、でも知識は十何年必要ないじゃないですか。そうですね、確かに、うん、ワンチャン半年思いっきり勉強したら、はい、その例えば資格試験も近道ですよね。そうそう、はい、だからでもやりたくないことじゃないですか、うん、本当はだってパワーの練習したいんですから。
そうですね。でもそこ逃しちゃうと延々とその流れネットに流れてる情報に流されていくだけなので、うん、なら僕そこを最初もうやろうって言って、そうでやってアウトプットしてたらそれを面白いと思ってくれたいわゆるその分野の専門家の方々が周りに集まって、僕105キロ級にしたのはその方々のアドバイスなんで。あ、そうなんですね。はい。その各分野、バイメカだったり、その発生学とか、そのいわゆる、あとはその生化学とか生理学とかの人たち、いわゆる研究者の方々ですよね。うんうんうん、マスターオブドクター。だから、方々が周りにたくさん面白い、こいつ面白いって思ってくれて、そしたら最新の論文とかこれ面白いよってやつを自分で読まなくても彼らがめちゃくちゃいい、素晴らしいことですよね。でももちろんだからそれには知識ってただじゃないじゃないですか、うん、だから僕必ず実践するんですよ、それ、うんうん、で実践してどうだったですよとかこうでしたよとかで、その105にしたきっかけはその彼らが志田さんある程度初参でこう成績残してきたじゃないですか、何になりたいんですかと言われた時に、まあ遺伝的限界は行ってみたいですよねみたいな、僕っていう個体は世界に一つしかないんで、せっかくだったらその僕っていう個体がどこまでいけるか、いろんな範ではあるけど、まあ見てみたいですねって言われたら、その言葉待ってましたって言われて、池袋のアトバックステーキでなるほどそう、はい、プレゼンが始まったんですよ、こうやってプレゼンが始まったんですよ、こうやって、はい、でなった時に100キロは必要ですと、志田さんの身長とかっていくと、で175だと、まあ、105キロ級以上じゃないですか、で食べれないのはいいわけですって言われてすいません飲んでましたね、じゃあもういろんな分野からこう、あ、そうですね。でもそれの彼らの話を理解できるようになっておいたし、うん、彼らが興味を持ってくれるようになってたのはやっぱ過去の自分のおかげなんで、うん、その時の自分には感謝したいですね。うん、その時やっといてよかったな、みたいな、うん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 。だから後から聞いていく話も全部こう理解できるし、教科書ってそんな変わんないじゃないですか。そう、そうですね、うん。ATP が急にエネルギーじゃありませんよなんてことないじゃないですか。そうですね。ATP は ATP だし。ずっと使えるその知識。そう、電子伝達系は電子伝達系だし。ちょっと本当お時間になってしまうんですけど。ですよね。めちゃめちゃいろんなあれですもん。この部屋の時間がです。部屋の時間が。あと4分です。え？今後今後の目標教えてください。目標。はい。目標？目標、まあじゃあパワーリフティングやっていく中で死ぬ前に達成していきたいこととか、あ、まあでもパワーリフティング関係なくてもいいですね。もう死ぬ前にやりたいなって。恩返し。恩返し。企業様とか、家族。あと、応援、そう、家族とか、自分のことを応援してくれたり、支えてくれた人たちに、その、応援しててよかったなって思えるような、選手だったり、人でありたい、うん、とは思ってます。うん。だから、恩返しはして、最後、ちゃんとはいなくなりたいですよね。もうされてると思いますけど、し続ける。みたいな感じですね、きっと。うん、し続け、し続けましょう。続ける。し続けましょう。はい。ここで、あえて不安なことを言わないようにしましょう。じゃあ、SNS 教えてください。志田さんの、あ、インスタ？インスタ？安弘志田で出てくるんじゃないですかね。はい、安弘。全部本名なんで、はい。なので、チェックしてみてください。はい。ありがとうございました。いや、こちらこそありがとうございました。